ネイサン・アントン・ジョナ・ダイアーは、イングランド・トローブリッジ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。おじは、俳優のダニエル・ダイアー。若手育成に、定評のある、サウサンプトン・ FC ユース出身の選手。2005年に FA ユースカップ準優勝時のメンバーとなり、トップチームに昇格。出場機会の確保のために、バーンリー、シェフィールド・ユナイテッドなどへ、 レンタル移籍をしたが、レンタル先では目立った活躍を見せられなかった。2008から09シーズンより、当時チャンピオンシップに所属していたスウォンジーシティへ、レンタルとなったことを機に、デビュー戦のレディング戦で勝利に貢献するなど当格を、表し、2009年6月に移籍金40万ユーロで、完全移籍。以降はレギュラーに定着。スウォンジーの攻撃の起点として、 チームを経営し、2010から11シーズンにはチャンピオンシップで3位となり、プレーオフでレディングに勝利して初のプレミアリーグ昇格を果たした。2013年2月24日に行われたフットボールリーグカップ決勝では、ブラッドフォードして相手に先制点を決めるなど活躍し、5から0の勝利に貢献するとともに、自身初のタイトル獲得となった。 2015年9月1日にレスターシティへのレンタル遺跡が発表された。レスターではスタメンの試合数こそ少なかったが信頼を勝ち得て優勝を経験することになった。その他の公式戦、ありがとうございます。